DJ ソアライズ。アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、バックフェス前のカウントダウンガチャシリーズハッピーラッキー装備召喚、今回はファイナルファンタジー3やっていきたいと思います。ジェムで回します。さあ行きましょう。残りね3カウントまで来ました。ファイナルファンタジー3、悠久の風、さあ来い。ドクターモグ、最近7、おお来てる来てる、おお来てるな、星7ボール来てるぜ。さあ3日連続じゃないですか、3日連続来てるじゃないですか。モグちゃんは来ない。おっと、これは期待したいんだけど。おっと、これオニオンちゃんのシンクロ水、連動アップシンクロでしたね。ありがとうございます。オニオン強化できました。ありがとうございます。まあオニオンちゃんはねスタメン確定ですから、ありがたく使わせていただきます。それではですが、ここからは毎度恒例の大人気コーナー、シリーズメンバーチェックワンツーやっていきたいと思います。現状なんですが、僕のファイナルファンタジー3のスタメンご紹介していきたいかなと思います。ルーネスさん、オニオンナイトさん、エリアさん、アルクーさん、クラクモ姉さんとなっております。それではルーネスさんから見ていきましょう。ルーネスさんなんですが、地味に揃ってるっていう、全然狙ってなくて揃ってくっていうね。で、店名でもスタメンになってたと思います。で、まあ、意外と揃ってるんですよね。シンクロ D 角、まあ、絆チェーン揃ってるという、でフルブレの覚醒がついてるので、やはり使い勝手もいいかなと。シリチェーン、リミットブレイク、オーバーフローとなってるので、まあ、僕の魔法編成タイプで組みがちな僕なんですが、まあ、ルーネスさんスタメンで入れてます。レンズ品で交換できる必殺は2枠、バッテリーは持っているという感じです。オニオンナイトちゃん見ていきましょう。オニオンさん、僕実は炎運用で使ってるんですが、シンクロ水がさっき出ましたね。こちらですね、連動がアップしましたという感じです。オニオンちゃんはね、さすがに必殺技がたくさんあるので、未所持枠はすごく多いですね。レンズ品で交換できるものは2枠、現状炎、まあ、炎の D 角をゲットしていることによって、オニオンちゃんは炎でスタメンという感じになってます。ちなみにこの D 角は何なんだろう、物理系のね、物理のクワッドね、まあ、物理運用で行くっていうのもありっちゃありかもしれませんね。戦い方としてはクワッドになってるので、まあありかもしれないですよね。忍者アビのこの味方全体クリス 100%、まあ、ルーネスさんにしか影響がないかではあるんですが、まあ、ロマンはあるかなと思います。はい、オニオンちゃんまだまだ期待がかなりでかいかなと。僕のパーティーでもまだまだ活躍可能性がまだあるかなと思います。まあ、できればね、水の究極とか出てくれたらいいんですけど、水の究極っていうか水まといですよね。これ何なんだろう、物理ですね。物理はこのタイプなのね。オニオンマスターすごいですね。究極水ゲットしたら水運用にしていこうかなっていう感じではあるんですけど、 D 角水がないかっていう感じですね。まあ、現状炎で使ってるという感じです。エリアさん見ていきましょう。エリアさんなんですが、覚醒シンクロですね。で、未所持枠はまあ結構ありますが、リミットブレイクチェーンがシリーズ化、 D 角究極も実装されていると。で、戦技こちらだけがレンズ品で交換できる、あとは確率発動ですね。アルクーさん、アルクーさんね、すごい使いやすいんですが、 D 角シンクロ覚醒2種となってます。で、リミットブレイク、リミットチェーン、こちらの方もシリーズで、こちらもシリーズチェーンになっているので、普通のチェーンの方で、新奥義で、リミットブレイクオーバーフローと持ってます。レンズ品交換額は4枠未所持で、あと強力なものもそうですね、究極とか持ってないので欲しいところではあるんですが、属性では使ってないので、生属性、リミットブレイクチェーン生属性ですね。こっちは水ですね。はい、マテリア未所持、レンズ品枠2枠となってます。暗闇の雲、姉さん見ていきましょう。姉さん究極だけ持ってないっていうね、
究極だけゲットすることができなかったという感じなんですが、まあ、現状十分なんじゃないかなと、まあ、姉さんはねずっとコンプしてきたんですが究極だけ手に入りませんでした。まあ、引き続きコンプ目指してガチャ取れるときは取っていこうかなと思っております。現状はこんな感じになってます。姉さん強いです。めちゃめちゃ強いです。他のメンバー見ていきましょう。レフィアさんなんですが覚醒オーバーフロー奥義戦技止まりという感じで、レンズ品交換枠は6枠マテリアは2枠となってます。未所持は多数ございます。マギアレベルが7になっているのでほとんど使ったことがないという感じです。イングスさん見ていきましょう。イングスさんもなんですがシンクロ覚醒と古い装備で止まってます。でチェインがこの持続性物理で一時僕のパーティーの初期の初期ですよね。イングスさんあのチェイン持ちっていうことでスタメンに入ってました。確かゲージ的なやつもあるじゃなかったっけ。踏みとどまるか、そっか、ゼツムの時に2ヘッドドラゴンか、あれが最初に超強力な攻撃してくるからこれを踏みとどまるを使ってみたいなのやってましたね。それの時の踏みとどまる戦技か使ってた記憶があります。で今は確かちょっと弱くなっちゃったから大丈夫なんですよね。 一発で死なないというか戦闘不能にならないみたいな感じだったと思うんですが、当時は活躍してくれた戦技かなと思います。オバフロー奥義と超必殺専用がレンズ金枠、マテリアも一枠あるという感じです。現状はシリーズもスタメンもちょっと属性も厳しいかなという感じです。デッシュさん、デッシュさんなんですが D 角持ってます。 D 角覚醒新奥義ですね。レンズ金枠でチェインも交換できます。でレンズ金枠他に必殺技も合わせて4つ、マテリアは2つとなってます。まあデッシュさんに関してもなかなかシャバで動いたことはないなという感じです。原作結構いいキャラしてたのでなかなかいい味出してたんですが、まあ、現状は僕のスタメンはこちらのルーネスさん、オニオンさん、エリアさん、アルクーさん、クラクモ姉さんとなっております。そんな感じで毎日更新、全シリーズ回してます。バックフェス Y のシリーズハッピーラッキー装備召喚、今回はファイナルファンタジー3です。全シリーズ回しますので気になるシリーズあったら見てくれたら嬉しいです。投稿型のこちらの動画は前半の 1,2 分の方で、ガチャ動画はすぐ終わってます。後半はシリーズの全部手札を公開、シリーズメンバーチェックワンツーということで雑談交じりながらシリーズのキャラクターの所持品を毎回こうバックフェスの時に確認していくというコーナーになってます。忙しい方用にはショート動画にてガチャ動画のみの切り抜きを同時公開してますので、忙しい方はガチャだけショートで見てくれても嬉しいです。インスタ、TikTok にもガチャ動画のみのショート動画アップしてますので、どちらもやってる方フォローお願いいたします。そして YouTube ライブコンスタントにやってますので、動画投稿とは合わせて高難度やるときはライブ配信でやってますので、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。